こんばんは。平成最後の夜ですね。今日もまたまたホットプレートが登場しました。今日は大葉たっぷりの焼きそばです。今焼きそば作ったんですけど、今日はネギの代わりに大葉たっぷりです。あとは巻き寿司、エビの巻き寿司と卵、あとはお母さんにもらった、今から焼くんですけど、ベーコンアスパラ巻き。あ、違うわ。あ、いいんか。ベーコンアスパラ巻きっていうよね。アスパラベーコン巻き。あ、アスパラベーコン巻き。ベー逆になっコとった。ン、ベーコンはアスパラでそうどうかやってそう巻か。くんや。逆。アスパラベーコン巻きですね。ベーコンはどうやって巻くん失や。礼しました。アスパラベーコン巻き。で、昨日、おとといか、スーパーでこんなもの見つけました。限定なんですけど、キューピーさんから出てる瀬戸内を味わうっていう、牡蠣醤油とマヨネーズのコラボレーションのやつですね。結構ちょっとちっちゃいのに 205g しか入ってないのに、確か200、300円もいかないけど200いくら、結構高めでしたけど、ちょっと限定に弱いので買ってみました。今日はこれを、焼きそばにかけて食べます。限定だから、もしかしたらみんな手に入らないかもしれない。レア物です。こんな感じ。では、いただきます。皆様、平成ありがとうございました。ということで、来年じゃないわ。令和もよろしくお願そういだしよ。ます。それではまた。